おい、じゃあやりますか。ね、今度、このなんか、フィールドイベントっていうのがごたんごとにあるやつでしょ？これ3つなんあるだけけど、ど、どんな効果があるの？見れてる。チャチャリリティっティていー。うのが、全員にカード1枚配る。で、ミラクルっていうのが、マスの効果プがラあるんスだ。マス、ブラ、えー、プラスマス、マイナスマス、あと、さっきのマスなかったんだけど、ムーブマスっていうのもあって、まあ簡単にはもう一回、サイコロ。で、それぐらいかな。それのサイコロが2つになる。そう、カードそういうもこと2ね。枚になる。そそう、のカードもター2ンって枚。こと？そう。了解。で、スプリントっていうのが最初の、サイコロが2つになる。了解。で、ムーブマスがあったら、それも2倍になる。OK。なるほかどな。ね。了解。レジ出してなかった。で、また選べと。でね、セーブ一応できるんだけど、仕方よくわかんないです。なんか了解。セーブ。左上にセーブってあるんだけど、セーブとロードがあるんだけど、なんかね、ちょっといまいちそういうのよくわかってないです。まず数字を押して、デッキが決まったら、セーブっていう部分を押せば、その数字のところに記録できるんで。キャラ変えようかな。ヤシュラも強いよ。キャラ可愛いからな。DLC だしね。そうです。このキャラ DLC キャラなんで。ね、バルーンさん DLC 買ったの？ DLC 買った。すげえな。50円ぐらいだっけ？50円な、逆。150円とかじゃいや、そんな高くない。キャラクターなら。なるほどね。そう。バルーンさんの本気度が伺えるわ。いや、白くんも買ってるから。マジで？ このキャラ DLC なんで。なるほどね。なんか安いし買おうぜみたいな感じこで。の全セールやってたんですよ、半額で。気に入ったキャラだけみたいなるほどね。もう性能とかはまあ一応ね、強弱やっぱりあるんですけど、そんなん度外視でとりあえず可愛いっつって。これさ、バルーンさんのキャラもダウンロードコンテンツってだっけ？そうだよ。これ、俺のキャラと被ってるって言ってなかったっけ？違うの？最初のキャラもあるんだけど、最初に、なんていうの、選んだキャラが被ってる。そういうこと？で、俺のキャラ今違うじゃん。なんか、俺のキャラがただ帽子かぶってんだと思ってたわ。それにすることもできるんだけど。まあ、被ってもあんま面白くないかなと思って。なるほどね。いやいや、何？挑まんに決まってるでしょ。ムーブマスがないね、ここは。頑張れば、ワンターンキルできるやもしれん。いや、ないでしょ。俺、体力5だよ。お。お。お、いい位置だ。まあ、ここはプラクティスステージって言って、まあ、平均的。なるほだどし、ね。なおかつ、なんで？ あれ？俺なんかしたっけ？君さっき優勝したよね。すげえ言いがか前り。世の影響が。何？おお。は避けれないそうだな。やめとこう、ディフェンス。そういうのを考えるのがね。なるほどね。プラマイゼロ。実質無害。いいところにストッパーが。どうやってみんな 今回は平和に行こう、今回は。平和に行こう。やっぱさ、平和が一番じゃん。序盤はみんなで、ね、譲り合った方がいいよ。はたいたまっての勝負軽くしね、な。軽くね。そうそう、軽く。軽くジャブ。軽くジャブ。ジャブ。そのジャブ重い。こういう時もあるから。まあ、そんな感じだよね。軽くね。まあ、遊びだよね。軽くね。痛いね、これ。せ 痛み分けやなかなか今、高度な攻防があったけど。あいつら一でしのぎやがすぎるでしょ、これ。危ないよ。る。行こう。まあ、まだ序盤だからね、全然敵マス止まっても大丈夫よ。基本。基本。基本ね。
まあ、敵マス止まったらみんながすれ違ってくれるから戦闘になったわけだな。あ、これが例外。カモメ先輩だ。これが例外。へぇ、うん。こいつすごい強い。そうなんだ。うん。ああ、アタックプラス1で、なおかつ6とか出されると、普通に死ぬ。うん、ああ、はいはいはい。そうそうそう。あ、やべ。あ、死んだ。ほほ。安定感ある、カモメ先輩。そう。カモメ先輩だけは強い。逆にそう、こういう奴らとかはそんなに危険じゃないから。はいはい。ダコ的はランダムなんだな。そう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 。こいつとニワトリとカモメかな。多分。うんうん。うん、そんな感じだと思う。なるほど。え？なんでこういうプラスになるの全然出ないの？あら。あ、もうこんなんはもう脳死してクリック連打するだけなんで。序盤はそれ良さそうだね。そうそうそう。で、まあね、雑談しながら、ロールプレイしながら、うん、うん。酒とかあるとね、いいかな。ああ。でもなんかこうやって雑談しながらやるんだったら、人生ゲームみたいな、ああいうのがあればいいけどね、スチームに。ああ。そんな高度なものじゃない、これはね。ね。うん、お、ミラクル来た。2人でカードを配られて、カード配られてる。あ、カード配られてる俺。うん。一応増えてるよ。ほんとだ。なおかつ、なんかすげえいろいろとかけるになってる。ああ、ね、敵マスがかけるになってるのはね、よくわかんないんだよね、これ。多分星なんじゃねえかなって言ってるけど。ほうほう。うん。キル2がプラス1になるんだと思う。ああ、そういうことか。そういうことか。こんな時に。ミラクルの意味ないじゃん。こういう時こそプラスマスに止まっておきたい。ああ、プラス、うん、そうだね。みんな、なんか、今、止まってないじゃん。殺しに行っていいってこと？お、まあまあまあ、悪くはない。あ、これなら全然、殺しに、うん。まあ、ドロップ予感は全然いいと思う。あ、え？え？残念ですね。避けれんじゃね？おぉ。そこが怖いところですよ。対比マイナスは怖いな、やっぱり。ちょっと待ってよ。どんだけ固まりすぎでしょ。メリットがないメリットはなくてもデメリットもないんじゃない。そうだね、まあデメリットもないね。え、どうした。これ自分のマスっすよ。あ、俺のマスだったっけ、やば。そうだよ。これは俺あと何マスだったっけ、やべ、わかんねえ。光ってるのって赤なの多分、うん、1,2,3,4,5,6 マスだと。まあ攻撃バトルマスよ全然。あ、そう。堅実だな、浮田さん。サラリーマンみたいだ。あ、もめ。やめろやさ。え、自分にも来んのあれ。自分にも来ます。ランダムだからね。そういうこと怖えな、あれ。俺使ってたけど。でも、お前それ、そのカード結構好きだよね。なんか、使うと大体自分に当たるっていうね。運悪すぎでしょ。7、8割自分に当たってます。緑ってなんだっけ、カードマス。うん。あ、ホームだ。あ、もなんもねえよ。10ないから。達成してないですね、これ。うん。で、なおかつ HP も減ってないし。じゃあ、ノーにしといた方がいいと。うん。あ、でも、カードがオーバーしちゃうのか。どこも全部カードだね。どこ行ってもカードだね。うん。まあ、でも、なんか選べるから。悩みどころっすね。悩むね。はい、よしよしよし。俺何仕掛けたかわかんないけどさ、うん、あ、トラップカードの上にトラップカードって仕掛けらんねえんだ。あ、そうなんだ。へえ。いや、俺上書きすんのかなって思ってたんだけど。ああ。1,2,3アリパだったらできたな。そういうのは。そう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 。マリオパーティーって今何、そのトラップカードみたいなのあんの？ある。いや、昔からあるよ。昔は。マジ俺なんかね、1からね、3ぐらいまでだったらやったことあるんだけど。3あったっけ？あったっけ？3だよね、カプセルがあった。いや、違う。
カプセルが出始めたのは4から。あ、4か。ああ、なるほどね。マリオパーティーで今何本まで出てんの ?9 とかまではなんか記憶はある。ただそれ以降出てるか出てないかは知らない。いやー、あれ全部めっちゃミニゲームあるでしょ。作ってる人大変だね。一個一個デバッグ作業して。てか、多分ネタが出ないでしょ、もう。もうカードねえんだけど、カードしない。もういっぱいなんだけど。捨てろ捨てろ。レベルがないと使えないカードもありますからね。そうなんだよね。どんどん溢れていくっていう。レベル3のやつ持ってんだけど、これいつになったら使えるんだ。あ、ドロップだったか。イベントっていつ使うんだっけ、イベントカード。イベントは、いつでも？いつでもじゃないもん。うん。サイコロ振る前に使うやつ。はいはいはい。うん、おお。いや、早くレベル上がりたいもんだが。本当ですか。欲しい。いいね、平和に住んでるよ。やっぱ平和が一番。序盤は平和だな。平和が一番だよ。同じ料理ばっかり食ってたらなんか飽きないか。そろそろスパイスが欲しくないか。よくないよくない。おいや、俺のマスドロップマスでいいの。とりあえずこれ使って。どんだけ。いや、6も。めっちゃ好戦的な。そうされた。いや、優しいなぁ。優しいなぁ。おい、欲しい。よくいるぞ、俺は。おぉ。いやいや、大丈夫ですよ、甘ささん。追いかければいいんですから。確かに、1でお願いします。1トラップ。トラップか。4か。4。うん。どっちもまずい。ちなみに右は僕が仕掛けたやつです。お。ああ、逃げたな。絶対嫌だ。ここで遠回りしていいか。あ、まいぜ。はい、終わり。なんかすげえいろいろ立ったな、今。ね。いや、どれにしようかな。いやー、どうしよう。迷う、これ。しょうがない。これだ。なるほど。あ、トラップ。どうやってさぁ。あ、ちょっと。ノーサホームバスにさ、トラップガード仕掛けるクズがいるんすよ。計画出るね、やっぱりこういうの。お、やった。おぉ。嫌がらせとしか覚えない。おっ、あー、足んねえ。いや、いけますよ、いけますよ。いける。バルーンさんに殴り込みいけるよ。いけないよ。違うよ。そうそう、殺したかんと。あ、修羅場モード。あっぶねえ。くそー、マジかよ。ナイスハンだ、俺。いいね、マジかよ。うわぁ。やっぱ修羅場モード強いな。殺された。絶対撃ちしとこ。あぁ。よし。やっぱね、平和が一番ですよね。確かに。相手をボコボコにしたやつが言うセリフではない。いやいやいや、違う違う違う、飛びかかる火の粉を払っただけですよ、僕は。ゴッ。やべえ、やべえよ。追いかけられる。どうしよう。やべえよ。いいね。
あの筋紙ついてくるよ。あっやべえ、スプリントだよ。これでほぼ確実に落ちされるからね。よし。来ないのか。行かないっす。あ、あ、あ、お、お右はお前で、左が俺だよ。自分で苦しい。くそー仕方ない。あら。まだ、わかんないね、文よりかは。そろそろ誰が殺さないと。あれ白熊さん美味しそうじゃね。いやいや、体力マックスですよ。マックスだ。両方殺さないといけないな、これは。まずこのターンで、お !6! お、あ、お、あった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 。でもボールに追いつけますよ、これ。確かにな。ボールに。まず、ここで移動して、ホームマス、ホームマス。ホームマスだよ。ノートいいよ。殺しに来たぞ。やべえなぁ。怖っ。死んでくれ。頼む。おぉ。もう悔いはないわ。もったいねー、このターン。ミラクル、ミラクル。来ないか。おや。よし。すっからかんだ。あ、やった。やったね、やったね。やったね。どう3出せよ。よかった。3を出さないと。後ろに行けば追いつかれない。あ、こっちか。おおやマジかよ。どんだけ戦い好きなのよ。受けてたと。バトルジャンキーおるなぁ。死んでくれ。まあでも確かに性能的には戦闘向きですからね。まあね。確かに。かというとこんな可愛い顔して。うん。よえ。いける。は。そうそういうのがあるんですよ。だから回避は怖い。まずこいつはさっくり殺しとこう。なんだと。これは避けるぜ。おぉ。はい。あるある。いやー、どうしようかな、止まるか。そこで止まってしまったか。まあまあ、勝てばいいんだよ、勝てば。あ、4?あそこ、誰仕掛けた？あ、自分じゃん。おやばいところに。とりあえず、お前も殺しておこう。おや？いいんですかい？あ、もう残す。ちょっと待って、これはやばい。死んでくれ。これはやばい。これはやばい。おっし。くそ。最小限に。ここは安定に。ディフェンスかな？ディフェンスでいこう。1位だろ。くそ。くそ。待って、これ、俺また甘さんにケツ狙われるんだけど。そうだよ。勘弁してや。すまんな。それが、犠牲になってくれ。あぶねえ。前に行ってよかった。またかよ。これはやばい。あ、2枚捨ててね。あー。カード欲しい。え？いや、どうせならこっちだな。なんで？いや、2位いると甘田さんに狙われるから。よくわかってるじゃないか。流れ玉でこっち来ちゃうって。どうにかして殺したいな。こいつやべえな。イベントカード使っとくか。なんかさっきから無駄にしてばっかだし。おお。これでバトルカードも使えなくなる。なるほど。そうそう、殺せるかな。頼む。
いや、これは厳しい。よし。あ、え？あ、ちょうどだと回避はダメなんです。そう。ダメなんだ。なるほどね。カードいっぱいあるんだが。2枚捨ててね。カードいっぱいあるが使えないぞ、これ。はい。はい。よしよし。おぉ。やっぱりね、平和なのが一番だって。反対側平和だね、ほんと。平和なのが一番。に一番だ。一番だよ。何なんかガヤおると。やばいぞ、こいつ。なんか戦闘狂のガヤおるけど大丈夫。アマサ早く行ってバルンス追いつけないと。そうだな、バルンス殺しに行こう。やばいやばい、ほんと。あ、カモメ先輩じゃん。そう。これがね、割と結構な確率で事故るんですよ。いや、事故るんじゃないですよ。うわぁ強い。やばい。先に倒せばカモメ先輩弱いかな。そうそうそう。確かに。どうすかな、これ。でも、カモメ、カモメ先輩 HP3 もあるんだな、あいつ。確かに、うん。あー、ここ仕掛けの白クマなんですよね。どうする？とはいえ止まんないとあれなんで。でー、こいつ。おぉ。俺の代わりに盾になってくれ。そこで止まって。アマさんが迫るからね。回復しやがったか。そうですね。はい、はい、しやがったか。イエロー。あ、あ、微妙。お、惜しい。いいね。1、2、3、4、5。5、6じゃないと。3、4、5だな。バルーンさん狙い撃ちしてるやん。殺しに行こう。おっと本気で来た。奴が回復しようが関係ねえ。あ、ホームだった。あ、ホームだったー。いや、でもバルーンに喧嘩売ればホーム行けますよ。あ、確かにね。あの、バルーンさんと戦って勝てば、あの、そこに止まるからホームを出す。うん、頭いいな。いや、でも体力2だから厳しいかも。え、殺せばいいじゃん。やべえやべえ、確かに。生き残る気満々だ。ダメだ。いや、優しいな。いや、僕もやめときますよ、やっぱりそういうのは。よくないと思うんですよ。そう。くそか、9ってなんだよ。なんだよ、9って。オス並みの数値出てる。あ、やばい。じゃあ、どうぞ、行ってください。あれ、なんでスキップしたの？ん？さっきはデンジャラスプリンっていうの。絶対休みなんで。じゃあ、どうぞ、僕の前に行ってください。1出せばいいんでしょ。やばい。2出してくれ。逃げろ。1、1で2です。全力でバーサーカーが逃げてる。よし。よし、ここまで行けば。ああ。ああ、残念だなぁ。危ない。残念だなぁ。あ、間違えた、間違えた。ああ。ちょっと回復されたなぁ。いや、これはもう9体以上警戒にしとこうかな、俺は。まずいな。やばい、ね。弱になっちゃったか。あ、まさも4か。おぉ。あれ、バルーンさんまさかの追い抜くのか。よっしゃい。おぉ、すごい。2倍の時に使った4倍なんだ。あ、やべ、間違えた。あれ間違えた。自分から入っていくのか。やべえ。やべえ、ガンガン追い抜こうと思ったのに。ありがとう。1! 5! 大丈夫。おぉ、マジか。よっしゃ、復活。アマ先生、ね、前行っていいっすよ、アマ先生。カモメ。あ、ここで1、じゃあここでどんな数値を出そうが。あ、そうか、俺復活してるからか。やばい、店長はダメだって。あ、このボスの名前、店長という名前なんですよ。店長な、へぇ。うわ、いてぇ。どちらかというと攻撃寄り。なるほどね。はい、のボス。いや、ちょっとさすがにカード欲しいな。
殺せる気がしない HP5 は。よし聞き渡った。許された。あなたが欲しい。マジあのデッドバイデイライトやってる気分だったわ。殺人鬼がね後ろから追っかけてくるんだもん。だった。だたまにいい殺人鬼いるからね。許されたっていう。そうそうそう、許されるね。おおいらっしゃい。いらっしゃいって。おあ、挑まなかったね。なんもないのか。よっしゃ、いいところ来てくれた。これが一番なんですよ。あえ、これ俺カード4枚持ってるけどいけんの？短州領事に1枚捨てる。あ、そういうことね。あ、白駒さん HP1 だね。いや、大丈夫ですよ。そのためのカードですから。ああ。さて。固まりすぎ。さてさてさて。おいよ。よし、行ってやるよ。受け入れ万全なやつがいる。カードなどいらぬ。あ、本気だ。サイコロの目が死んでる。いや、ディフェンスかな。ディフェンス安定。うぅ、あぶねえ。おぉ。6出すわ。くそ。よし、はい、いいよ、手だ。いけまだ来る。殺せるぞ。いや、おぉ、死ね。よし、あー、でも生きてんのか。じゃ、死んでくれ。あー、やってみる。あー、まいわ。はははいや、待って、もう一人 HP 値が増えてしまったな。いやいいところ来てくれたな、みんな。お前何持ってんの。お前ちょっと待って、お前ちょっと待って、お前それやめろ。いや、絶対やめろ、お前。やらせていただきます。なるほどね。いやボスマス確定か、これ。スランド。こんなボスマス目の前に来てくれるとは。マジか。やべえ。うわなるほどね。とりあえず、殺しとこう。いや、本当だったらこれでさ、前回優勝者殺すつもりだったんだよ。で、悠々と目の前のやつを殺すつもりだったんだが、なんかあんな疲れたら、こっち殺すしかないよな。さすが。まあでも、しょうがないな、これは。じゃあ、みんな、俺は先に行ってるぜ。みんな待ってるよ。行ってらっしゃい。いや、店長に行っちゃきついな。何してほしい。どうにかして。みんな仲良くダメしましょう。どうにかして。これえげつないな。お、バルさん考えてる。みんな仲良くしてるしかないじゃない。じゃあ修羅場。ワンチャン避ける。お。いや捕まえない方が良かったんだよ。1出さないと避けられなかったね。ワンチャン避けるっていうことにかけたんだけど無理でした。あなたの寿命ですって出てるで。ほら来いよ。これさ、みんな待ってるぞ。待ってるよ。まあいいや、はい。いいよ来いよ。でかいの来い。でかいの OK。 もう避ける気はない。すごい光景だこれ。みんな死んでるぞ。ほらもうみんな左クリック連打して。確かに。もうみんなひたすらクリックして無光景だ。なんだこれ。あ、勝ちやがった。お、先に行けよ。逃げろ逃げろ。くそー。うわおはぁ、ダメだ。一緒にミラクル来ればよかったのに。あ、あ、やばい、店長や相手はダメだ。絶対に防ぐ。6出せ、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 6出せ。頑張れ、店長。いけ。あー、1! くそー。なるほど。いや、マジかよ。よしよしよし。おー、復活してる。お、スプリント。逃げろ。え、これどうなんだ。よし。おお。やっとだ。
あ、俺か。うん。いやー、やつが出てきた。トラップかホームか、甘ささんには追われるか。どっちでもいいのよ。お、ワープか。うん。いいね。なるほどね。俺のターン来た。一。ちょっと待ってね。なんか使えるカードあったりするかな。もったいないから使っとこうか。さて、じゃあとりあえずこいつかな。ですよね。一番星が、あ、俺も星4か。イエーイ。お、なになに今の。右。ね、今のはね。右。ああ、なるほど。当たりか。なんかカード使えるか。あ、トラップが使える。泣きっ面に落ち。えげつない。待て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 。ああ、なんでもなかった。まあ、ボス今 HP いくつだっけ？ん？俺？あ、ボス？ボスは4とかじゃない？多分。4？ 殺せねえな、まだ。まだちょっときついね。あったら浮手さん殴るわ。なんでや、お前。なんか使った。素晴らしい。全然あり。ああ、一番いい瞬間再生の使い方。いいね。うん、さあ、来い。いや、もしか。よし。おお。よしよし。あ、あ、甘さ。追い出せたな。え、カード2枚が。さあ、どうなる？ん？あれ？いや、俺だか。お、やりに行った。おお。ディフェンスでいける。ディフェンスでいける。よし。じゃあちょっと積年の恨みがね。浮田さんにはなかったのか。もう俺スターないからね。いや、浮田さん HP5 だから美味しくない。ああ、なるほどね。さっきさ、なんか平和が大事とか言ってるやつがもうすでにウィン数4なんだが。いやいやいや、そんなことない。ほんとなんか平和とないやつってさ、なんか核がどうのこうのって言ったりするよな。なんだよこういうの。いや、ひねくれてる。お。まあこっちだな。今ちょっとウィンドウモードに変えることできないの？あ、できるね。できるよ。うん。あ、ちょ、俺のターンまでちょっと。ねえじゃねえかよ。ウィンドウにして大きさを変えたいんだけど今できないのかな？大きさは無理かもね。ウィンドウしかできないな。うん。ウィンドウを押したところで、ああ、ゲームは再起動か。残念。なるほど。もうこれ止まるしかねえな。はい。よし。このさ、石田さんの前あたり怖いんだよね、トラップの中で。超怖いよね、これ。いや、復活できた。また俺かよ。え、なになに、誰とバトル今？あれ、あ、俺とバトルさんが仕掛けたのか。ああ、なるほどね。甘さ、甘さ。バトルジャンキーだ。やばいな、こいつ。俺何仕掛けたんだろう。え、なんか、ここに止まったやつと、仕掛けたやつとバトルするみたいなカード。うん、ほう。まあ、俺が勝つからいいや。お。ちょい、だけーよ。死んでくれ。危ねえ。くそ、生き残ったか。
じゃあ、ナイスアンダー。おぉ。ディフェンス。えっ、おぉ。今、なんか、避けるになってたな。あ、なるほどね。いやー、俺死ぬ。白熊さん殺さんだ、まずい、もしかして。白熊さんは確かにやばい。やばい。こいつやばい。白熊さんは、そうだね。今の状態だったらレベル5になっちゃうね。こっちの方が最短。この位置やばいな。白熊さんやりたいね。そうだね。くそ。プレイ、弾を、武器を。はいはい。俺武器ないんだよな。カード1枚か。やべ。いいね。やっぱか補充した怖いっつってんのによし、あーマジかよ、どうしようかな。これはいいや。あ、いや、まあいいや、もう捨てちゃったよ。こっちだ。はい、いいっす、どうぞ。白熊さんのところに止まればカード2枚手に入りますよ。そうです、白熊さんのところ止まればね。おおおや、うん、おや、どうした、僕にもなんかターゲットか。どっち殺そうかな。これ呼んだよ、 HP。 前回優勝者か今回勝ちそうなやつか。白熊倒しとかないとレベル上がっちゃうよ。あ、確かに。上げさせて。こっちだ、じゃあ。もうちょいだ。そう。やばい、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 やばい。マジか。アマサさんが死ぬ。あ、大丈夫だ。大丈夫だ。行くよ。1じゃダメだって。さあ。トラップ地帯が。やばいですね、バルンさん。とりあえずこれ使っとくか。くらえ。自分が食らってるやん。これがあるからカモメは怖い。大丈夫、トラップ地帯は俺は速攻抜ける。ああ、なるほどね。上でもマイナス2倍か。ボス削ってもいいんじゃない。そうだね、ボス削るか。いやー、これ多分これだろ。絶対分かってたよ。あれ。あ、いや軽く、はい、まあですよね。何これ、なんか実績解除した。あ、そうな。これやるしかないな。そうだな、やるしかないな。え、ちょっと待って、前さ。またすか。マジかよ。出ててよかった、ハイパーカード。お。おめえは道連れだよ。よかった。あ、ボス。おー。綺麗のロンドンが始まってるじゃないか。強い。これのカード、まあボス倒せばかなりうまいな。さあバルーン死のうか。おわ、ワンチャン。ワンチャンある あるか。あーねー、あー、これ次止まった人美味しいんじゃない。これでも白熊さん止まんじゃねえの。俺一回休みやし。いや、死んでるんで。みんな死んでる。あ、そう、みんな死んでるのか。これは真っ赤ですよね。真っ赤ですね。よっしゃい。いや、でも白熊。誰が一番最初に。誰が店長倒すか。白熊の星がやばいんだけど、130なんだけど。あ、復活した。マジか、これまずいな。これはまずいな。
うわぁ、きつい。いやぁ。これはまずいな。ガッツ。回れるかどうか。1! カード2枚引く。お。1! 微妙。よしよし。ああ。戦え。カード引いた。よし。さあ、行くぞ。来た。お、あ、マジか。おっしゃ。まだ避けられる可能性あるから、1とかだとあんまり安心できない。来た。バッテリー。よし。やったぜ。200点。やったぜ。あれ、なんか美味しそうな人おる。やばいやばい。あ、ダメだった。あと1だった。バーサーカーを早く距離置きたいな、バーサーカー。トラップが。いやー、トラップにしまった。あ、ダウンする。あーあー、カードで。カードないとダウン。えぐくね、これ。復活しやがった、こいつぜ。よしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。おぉ、マジかよ。いいカード引いた。ムーブ。よし。2かよ。使わないよ。5枚も持ってるなんて不合ですな。でも、ウッチャさん結構捨ててるよね、さっきから。捨ててる。よし、これだ。じゃあ、ちょっと、白熊さん先に。あっ、やりすぎな、マジで。お、よくやった。いけ。マジかよ。あ、ガチガチだ。おら。ああ。2は削りたかった。あ、おい、サイコロの目弱すぎない？ちょっと。なんだこれ。あ、これいらない。ちょっとそこら辺くるくる回りすぎじゃない？地雷源だからね。200個だったらまだ大丈夫か。ほんと怖いんだけど。200個大丈夫。まだ俺、星3つやからね。おい。ちょっとアマサさん ?5 枚しないと。おぉ。あ。おぉ、あ。なるほどね。いいな。俺は人を殺さないといけないのにいっぱい。あ、やべ。やったぜ。あ、やべ。こっちか、とりあえず。その位置はまずいな。いや、でも、言うてもそんなに。というわけで、シャッフルしましょう。あっどうなったかな。俺、どこ行った。下だね。うん。キューピー下にいる。キューピー。俺の射程圏内ではある。オッケー。いけない。いけない。ん？こういうの微妙なんだよ。あぶれ。ああ。誰も殺せねえな。うん、ちょっと位置が悪かった。お、銃だ。お。おお、やべっけ、狙ってんな、完全。すごい勢いできた。あと1だったな。やばいやばい。危ない。あ、おはようございます。お、来やがったな、こいつ。おはようございます。エクステンション。ラストバトル、ラストバトル。さあ、何が来る。なんだこれ、なんだこれ。なになに。アタック。あ、プラス補正だ。あー、とはいえ1枚だから、うん、うん、まだ良かったわ。来い。まあ、これもディフェンスの方がいいかな。はい。おら、来いや。よし。硬いな。ちょっとあ、オッケー。まあいいでしょう。こっちか。まずいな。
わ逃げなきゃ。本気で逃げてる。イエス。ホームは行きたくないな。イエス。あ、ていうかノルマクリアできないじゃんそもそも。よし。お。よしよしよし。援軍が来た。誰もいねえ。怖えよここ。あ、でもワープ踏めばワンチャン。そうか、ワープ踏むかじゃあ。お、勝ってる。久しぶりに殺したわ。お、届く。お、来やがったな、こいつ。よし。俺、決まんまやぞ。2は削れる。よし。あぶねえ。いけ。ああ。なんていうつまらん戦い。いやいやいや。いやいや。コツコツと削ることが大事。痛えからな、こっちも。ほら。1なんだが。よし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 。バルーンの得意な戦法だぞ、これ。よしよし。ひたすらケツを追うっていう。よし。いいのかいそっちで。おう、いいよ。俺、白玉来い。来いよだあいつ、ストーカーかな。やばいやばい。いやー、変なの踏んじまった。よしよし。よしよし。甘ささんは甘ささんで楽しそうだからいいや。なんもしないんだけど、ほんと。俺はキル数を稼がんといけんのに。え、あれ、あ、そうか。回避は選べない。うん。それならそれでいいわ。いてで、これ、そうか。バランスは止まんのか、俺に。なるほどね。やべえな、スター200いくぞ、あれ。うわっ、よし。あれあれあれ、よしよしよし。あ、甘さん、来たよ。お、え、どうしたよ。チャンスありますね。お、エモン引いた。この辺で、2,3,4 カード使えなくしておいて、ほう、あ、5,6 5,6なんですなぁ。こっちに行っておけば、相手がそのうち前に来るんじゃないか。と思うじゃないですか。あー、スピップかぁ。よし。スピップかぁ。いいなぁ。もう仕掛けてた。言うて、白熊さんもバルナさんももう、やべえぞ。いや、とはいえ140だからね。いやいやいや。白熊は189だからあれ。あ、あ、やべえ。あ、どっか止まったら終わる。いやあ、そう、カード使えないのか。来いよ。やだ。来いよ、ベルト。いや、行けよ。絶対嫌だ。行って喧嘩売らないのが一番だって。あ、ん？いや、どうなんだ。確かに行って喧嘩売らなかったら、そう、まあ運次第だけどね。追い越したらまた後が怖いけど。ああ、デンジャラスプリンあったしな。さあ、アマさんの、あ、まだ俺か。あ、そうか、アマさん復活じゃないかも、さっきので。うん、いや、一旦ターンスキップ食らった。あ、そうか、ターンスキップか。よし、もうリーチやで、ゆきささんもこれ。とりあえず、3ダッシュ終わりよ。危ない。ダッシュ、ダッシュ。誰かダッシュ使って。逃げ切りてー。よくやった。あー。よくやった。まだあるぞ。これで一旦はちゃんと。で、俺、ワープ乗ってワンチャンあっち行くから。なるほどね。あ、待って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 。大丈夫、ボスじゃない。そう。待って待って待って。旗が近い。白熊さんまだ遊んでるな、あれは。まだゴールはできないです。北さんはまずい。そうだね、確実に止まれる。バルーンさんはまだちょっと遠い。遠いね。ちょっと遠い。同じくバルーンさん、バルーンさんは150だから、200か。そうそう、あと50ぐらい大体。俺が一番遠くないか。確かにね。それは俺らに言われましたよ。なんだけど。
俺も星4やで。いやでも次はほら1だからどうせ。あ、確かに。そう、それで倒せば9になるから。はいはいはい、はい。確かにね。だな。じゃあとりあえず移動しよう。あ、よし、よし、いいぞ。であそこでさ、あれ踏んでも、どっち、戦いでも1でしか出せないんじゃない？うわっ。お、まあ、確かに、そうか。なんだ今。スプリント。スプリント。まずい。え？今1しか出ないからね。いや、2、スプリントで2個になったから2になったんだけど。1かける2。いやだー、俺前行きたくねえけどな、行くじゃあバトルで。でも3クラクトでそんなないんじゃない？ほら出た、いやだ出た、やばい、えぐいの来た、すげえ、やばいぞこれ。いやしかし俺星いらんのだな。確かに。あ、やべ、俺は殺害数なんだよ。アマトさん来いよ。殺害数なんだが俺が欲しいのは。誰か殺しに来て。待て待て待て。これ上に行ったら、上のやつハート、じゃあ星200だから、白熊さんがやばいのかな？今だと白熊さんがやばいね。やばいね。じゃあまあ下行くか。俺は星はいらん。星はいらん。うーん、俺さっきね、その補充されたカードの中に、うん、やばいカードが2枚ほど俺の中から流出したんだけど。それ地雷の中にあるってことだよね。お、誰かが持ってる。あ、そうなの。やばいカード2枚。1枚は、うん、指定した、それね、多分浮田さんが持ってる。あ、そうか、入れ替わってるからね。そう、全部入れ替わってるから。マジか。え、待って、そしたらそれ、天沙さんバトル超強くなってるよ、多分次。マジで。なってますね。うマジか。俺が持ってたカード2枚は、1人は確実で1人を殺せる、もう1枚は誰でも好きな人を殺せる。あ、やば。カモメ先輩、お願いします。いや、こんなことはどうでもいいんだよ。1人素晴らしい。5以上。よし。よし。やべえ。浮田さんすまんけど、うん、白熊さん殺しといてくれない？白熊さん殺したら間に合うのか。とりあえずターンは稼がんと。ああ、待って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 、白熊さん、お前3だよな。そうだ、違う、3じゃない、2か。2ってどこ。あ、2って過ぎたばっか。過ぎたばっか。天沙 さん、あ、そう、止めとこうか。じゃああざす。これで、白熊って青だよね。はい。よし。よし。よし。復活。うわ、本当に復活した。マジか。まあ、俺はここで殺せばいいのか。確かに。1、2、3、4だね。オッケー。くっそ。くっそ。よし。よし、負けないぞ。どんな障害にも負けないぞ。これで白熊が200を超えたので、次1出したらもう負けですね、僕ら。てでーん、白熊ナイス。よし、削って、白熊もうあと2だぞ。みんな頼んだ。うーん、仕方ない。出た。うわ、出た。逃げろ、とりあえず逃げろ。あ、ワンク。あ、違う、あ、ゴールか、あれ。あ、違うか。え、いや、合ってるでしょ。合ってる、合ってる。違う。いや、違う。デルタフィールド使ったから、コストが。あ、なるほど。どういうこと？どういうこと？コスト？カードを使うのにはコストが必要だから、スターを消費するから。あ、本当だ、カード使った。その分で。そうか。ゴールしないと睨んでたんですけど。ちかー。よし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 。まだある。まだある、まだある。まだあるな。まだあるぞ。とりあえず削っとこう。いいぞいいぞ。とりあえず削っとこう。やばいやばい。まあ、とりあえずね、僕らは1でもチビチビと。あ、やめよ。
まず僕も白熊を狙う同士。あプラス補正ある方が。待って同士ではあるが、はい、あのちょっと1巻に削る程度で。何これ。これ100。割れ。どうでしょうか。そこまで言うなら。お願い。うわ。惜しい。結構痛いな、まあ。とりあえずこれは1だから仕方ない、これはもう。チャリティーミラクル、よりによってチャリティーか。とりあえず白駒あだよ。しよしよしよし、行くぞ。あーカードが欲しい。てか1ばっかなんだけど、サイコロくそ。お星が、これはもうドロップでしょ、どう考えても。しかならない。これはどう考えてもドロップでしょ。よっしゃ、よしカード持ってんの俺。ああ使わなきゃよかった。くそ。移動だな。いやいやいや、何を悩む必要がある。待って普通に考えよう。今アマソさんの体力1、俺に負けたら、あの俺県内に入って、なおかつ目の前だよ。俺のホームは。アマさん、あのバルーンさん、もし殺せば、アマさん、ここでレベル上がって、しかも星も288ですよ。確かに。いやいやいや、どう考えても違うでしょ。殺しに行ってる。あー、でもどうなんだよ。どう考えてもでしょ。これで1弾食らったらアウトだね。6だったらいいじゃん。余裕。そうだ。クソ、星が出ないね。アマスさんのカード知ってるからね、俺。知ってたからね、入れ替わって。なあ、確かに、そうか。ここで聞いてきたか。いや、とはいえ、1、2、3、4、5、7か。ちょっと微妙なとこではあるけど。お、白熊を。ハイパー10枚くらい欲しいな。よし。チートでしょ、それ。危ない。いける。いや違う。何が危ないんだよ。そういうことか。おお、来た。ナイス。1枚6。よし。やばい。やばい。まあ、こんなことはどうでもいい。今度は奴を削らないと。確かに。170だから、ね。よしよしよし。削らないとだが、俺はダウン中。っていうか俺まだ星4。気づけば。おー痛い。あれ、なんで俺向けだったの。あのハイパーモードの効果。そう、次のターン確定復活。おいらっしゃい。やべえやべえ。やばいぞ。やべえ。ノーで。いやでも浮田さんは俺に挑む、あのデメリットの方がでかいからだよね。知らんくない。うん、いやマジで言ってんの。俺が削ってアマスさんが倒してくれるさ。流して。よし。よしよしよし。いける。いやアマスさんは俺に追いつけないと踏んだ。1,2,3,4 サイコロの、はい、サイコロの平均値は3。いやいや、4もあるからね。 3.5 ぐらいだね。 3.5 とかでしょ。 3.5 だね。2分の1やん。いける。いやでも前に来れば。あ、何やべ。うわー、絶妙な数字が出なかった。あれ。あ、待って、これとても良いのでは。あ、確かに。これはとても良いのでは。まずい、あれは。確かに。これで2段ぐらいすれば、スター溜まるでしょ。とても良いのでは。俺がスペシャルカードをちょっと引いて、確実にやつを殺さなければ。
怖い。あ、カードだ。くそー、無理だな。いや、あれだでしょ。いや、ダメだな。そう。どうにかして殺したいんだけど。アマさん、バルーンさんの上に行くんだ。上？うん。上行って。あ、違う、バルーンさんの真上、バルーンさんの行ったとこ。いや、でもあれさ、あれ復活に行ったの使うじゃん。あー、まあまあ。追い越すのは無理なんだよね。でな、もうぐるっと回った方が。うん。あ、ワープすればよかったかな。いらん。よし。まあいいや、ちょっと。しばらくは大丈夫だろう。ちょっと、今のうちに攻撃系アイテムを回収してもらわないと。やつが復活したと同時に殺す。1って。ま、なんかカードでも使っとくか。お強い。おー、飽きる。おー。7は強い。あ、でもこれでアマスターも次星5か。これで、うわ、マジか、ここらで復活しない。いや、そんなこと言われてもなぁ。こっから追いつくのはほぼほぼ絶望だろう。いやー、これあれが、ぶっ飛びカードだったらなぁ。どんでけがあるからなぁ。バシルーラとかないんかな、バシルーラとか。ある。似たようなのはある。欲しいなぁ。どんでけがあるからなぁ。よし。ちょっと待って、浮田さんがやばいよ。あれ、浮田さんの頃ゴールするんじゃないの？わからんよ。まだわからん。浮田さん赤色でしょ？次のターン。気のせい、気のせい。気のせいだよ。溜まるから。覚醒じゃないの、あれ。わからんよ、まだ。カードの効果あるからな。あれ、これ浮田さん？いや、でも、ここトラップあるから、俺の上。トラップ踏んだところだよな。え、これ、あれゴールするな。トラップが先に発動するんじゃないの？うん、トラップが先に一応発動するよ、うん。トラップ次第ですよ。ここに置いたやつ。はい。あ、じゃあこいつ知ってんな。僕は知ってます。星はいらん。じゃあ、いくらでもくれてやる。さあ、アマさんかな、今。誰のターンだ？バルンさんじゃない？バルンさんか。いや、バルンさんじゃないよ。え、兄ちゃん復活出てるで。え、マジ？ん、俺相手のターンでして出てるけど。え、今アマサさんじゃないですかね、これ。あ、俺の画面だとね、バルンさんが2以上で復活のバルンさんのターンに回ってる。マジ？俺その画面出てない。あ、マジ止まってる、これ止まった。まさかのここでバグるの。動機が取れてないな。でも、あら、1分すれば勝手に進むはずだから。あ、じゃあちょっと待つか。それだけ待つ。そうだね、1分待てば治るんかなと信じたい。今のうちにお手洗いでいきます。はい、はい、まさかの熱い展開になったな。バルーンさんが勝2連勝するよりかは、うん、北さんにここで勝利をかっさらってもらった方がまだいい。なるほどね。確かに。いやー、どうなるかな。星4やで、俺。次、まあ、アマサさんがどっか止まれば、とりあえず5にはなるよ。5にはなるけど、そのターンが回ってくるか否かで。まず、お客さんが次もう止まるでしょ、あそこ。そうだね。星2の状態。このターン回ってこねえじゃん。いや、でも最初のボーナスでもしかしたら6以下かもしれませんよ。そうだね。だし、トラップ、そう、トラップ踏んで、またなんか誰かと入れ替わりとかもあり得るからね。あり得る。そう、バルーンさんの味噌汁。どうなるかな。いや、怖いね、これ。あ、ちなみにさ、白熊さん、はい、これ使ったカードが右下に出るじゃん。そうですね。これってさ、ここにあるカードより前のカードはまた出てくる可能性あるの？カードより前とは、これよりも前に使ったカード、はい、動かない。それ表示できないっすね。動かせない。まだ動いてないね。同じく。そっかー、残念だけど無効試合だな。マジか。いや、しょうがないね。まあ、バグはしょうがない。どうしようもできないからね。そうだね、どうしようもない、ね。これ俺がさ、接続切ったら戻ったりしないの？どうなんだろう。でもとはいえ入り直しはできるのかな、これ。いや、多分できない。できないけれども3人では一応続けられるんじゃない？いや、わかんない。まあ、キリも
あれだし、まあ、ここで終わりにしますか。あ、待って待って、とりあえず、ね、俺はリタイアしてみるわ。あ、了解、はい。どうだった？あ、動いた。あ、ほんと動いた。動いた。あ、アマスさんトラップ踏んだ。あ、やっつんだ。飛んでっけだった。俺が、あえて。あ。いや、罪です。はい。終わりです。勝ったー。くっそ、ちょっとコンピューター俺素晴らしい数値出したな。コンピューターがなんか、綺麗にまとめたよね。いや、俺は大丈夫なことを知っていたのに。なるほどね。あ、CPU が入っている状態だな。じゃあ、俺の経験値。あ、確かに。はい、終わりました。いやー、お疲れ様でした。長かった。あー、くっそー。よかった、よかった。もったいねえ。やられたぜ。